お、もう朝か。まあいい朝だな。よし。お、村人さん、おはようございます。まあ今日も平和だね。ということでまあ散歩でも行こうかな。うん、今日もいい天気だな、本当に。うん。え、ビザースケルトンだ。どういうこと？あれ、ちょっと待って。なんか頭がクラクラするんだけれども。う。ん？あれ？ここ、ここどこ？あれ？さっきまでさ、散歩してたら目の前でウィザースケルトンがね、自爆した気がするんだけれども、その後の曲がないな。なんだここ、檻の中。早くここからちょっと脱獄したいな。どっかないかな？これは、トイレかな？でもちょっとここから脱獄できそうだぞ。ちょっとトイレ入ってみます。お、脱獄できそう。おお。お、ここにはしごがあるな。上に上がってみます。あ、やった。脱獄できたぞ。ただ、どこなんだ、ここ。ウィザースケルトン？これ鏡だよね。なんか、ウィザースケルトンが映ってるんだけれども、どういうことだ？え？ちょっと待って、なんか嫌な予感がするな。これもしかしてだけれども、僕がウィザースケルトンなの？え？僕がウィザースケルトンじゃん。この鏡に映ってる。なんで？もしかして僕、あのウィザースケルトンとさ、体の中身が入れ替わっちゃった？大変だ。まあ、とりあえず、村のみんなにね、相談しに行かないと。ちょっと村に帰らないとな。よーし、やっと村に帰ってきたぞ。村のみんなにね、体がウィザースケルトンになったこと、ちゃんと説明しないと怖がられちゃうからな。あ、お、いたいた、村人さん。村人さん、ちょっと信じてもらえないかもしれないんだけれども、いや、僕ね、全員一なんです。体がね、ウィザースケルトンとね、入れ替わっちゃいました。おう。あれ結構すんなりと信じてくれたな。絶対に信じてもらえないと僕思ってたんだけれども。いやでもな、結構すんなりと信じてもらえてよかったな。あ、村人さん。お帰り。いや、ん？待って。え？なんか、木の剣持って。待って、これもしかして僕、信じてもらえてないじゃん。やばい、襲われる。逃げないと一旦。なんで？やっぱまあ信じてもらえないか、この見た目じゃ無理だよね。ということで、村人さんはね、信じてくれなかったから、まずね、マイキーに話をね、して、信じてもらいたいと思います。マイキーならね、僕のこと信じてくれると思います。ということでね、村人が寝静まってるね、今がチャンスです。夜です、今。村人に見つからないようにマイキーの家に行くぞ。よし。そして。ピンポン。純一くんが帰ってきたのかと思ったら、ウィザースケルトンじゃん。マイキー聞いて。ん？僕、ウィザースケルトンじゃなくて全員一なんです。お願いだからちょっとドア開けてさ、話だけでも聞いてよ。はぁ。中に入れて。物騒な世の中になったな。夜にウィザースケルトンが家に来るなんて、絶対に開けないからね。戸締まりしっかりして寝ようっと。ちょっとマイキー行かないでよ。信じてよ。ということでね、昨日の夜はね、マイキー信じてもらえなかったんだけれどもね、まあ諦めません。まあせめてマイキーにね、僕の体がウィザースケルトンと入れ替わったことだけでもね、伝えたいなと思います。もう一回ね、説得しに行きます。話だけでも聞いてくれるといいんだけれどもな、今日は。ん？え？ちょっと待って。え？気のせい？全員一？え？全員一がいる？全員一っていうか、僕と入れ替わったウィザースケルトンじゃない？あれ。なんかなんでこの家にいるんだ？マイキー騙されてるじゃん。マイキー。ん？ねえ。え？ちょっと。え？嘘？ウィザースケルトンが襲ってきた。全員一君。いや、マイキー、僕じゃなくてマイキー、ウィザースケルトンはそっちだって。全員一君、なんとかしないと。嘘。どうしよう。全員一君。ねえ、全員一君。どうしよう。お、
嘘でしょ。マキどうしたどうした、リチ君。マイキー、ウィザースケルトンは僕じゃなくてその全員一なんだって。マイキー、よしよしよし、本当にそれが全員一なんだよ。本当に信じてよ。キキー、よしよし、許さないぞ。ちょっと待って、まあ、逃げよう。やばい、攻撃されたら僕負けてしまう。あの中身はウィザースケルトンだからね。そんな信じてくれないなんて。ということでね、正面突破してもね、全く信じてもらえないからね、この見た目だとまあしょうがないんだけれども、ということで、マイキーにね、僕とウィザースケルトンの中身がね、入れ替わってるってことをね、伝えるね、作戦をね、練っていこうと思います。ってことで、マイキーのことね、ケーキで釣ろうかなと思います。お菓子で釣るさ、マイキーのこと。よしよしよし。よーし。マイキー、ヤッホー。ん？や。ウィザースケルトンだ。何持ってるんだ？見てください、ケーキでーす。ちょっとさ、このケーキあげるからさ、まあ、話だけでも聞いて、ちょっとこっちついてきて。向こう側行かない？一緒に。え？ケーキくれるの？嬉しい。おー。でも僕騙されない。僕知ってるんだ。お菓子あげるからついてきなっていうのはね、悪い人なんです。ついてきません。騙されません。もう本当に信じて、僕、本当に全員一なんだって。見た目はこれだけど。どう見てもウィザースケルトンだ。全員一なら僕の家にいるし、変なの。いやー、マイキーがね、お菓子に釣られないなんてね、困ったなぁ、普通に。絶対マイキーだったらお菓子に釣られると思ったんだけれども。ん？何やってんだ、マイキー。はぁ、ん？何やってんだ、マイキー。ん？なんだなんだ。おかしいなぁ。全員一に隠し扉作ってって言ったんだけど、なんか作動しないなぁ。おかしいよ。全員一君は怖いの作るの、とっても得意なはずなのに。マイキー？あ、またフィザースケルトンだ。まぁ、ちょっと見せてみてよ。確かにちょっと、ん？まぁ、確かにこれ隠し扉になってないね。うん。僕が直してあげよう。あ？まぁ、どれどれ？まぁ、確かにね、まぁ、なるほど。まあ、こうやって。まあ、これが正しい設置の仕方じゃない？まあ、ちょっとやってみようよ。よし、これでね、治ったはずなんだけれども。やってみよう、こうやって。おー、ほら。ほら、おう。すごい。ってこと、本当に全員と、ウィザースケルトン、入れ替わってるの？おー、マイキー、やっと信じてくれたか。そう、マイキー、僕ね、なぜか知らないけれどもね、ウィザースケルトンとね、体が入れ替わってしまったんです。なんかね、最近の全員一君喋んないし、変だとは思ってたんだよね。マイキーの今一緒にいる全員一は、僕と入れ替わったウィザースケルトンだから、マイキー、危険だと思うよ。ウィザースケルトンと住んでるってことだよ。そうなの？全員一がいる、全員一っていうか、僕と入れ替わったウィザースケルトンじゃない、あれ。僕ずっとウィザースケルトンと生活してたんだ。全員一くん、なんとかして元の姿に戻らないとだよね。どうやったら元に戻れるんだろう。いや、でもね、マイキーにね、分かってもらえてよかったよ、本当に。元に戻れる方法か。あ、待って、あるかもしれない。もしかしたら、あの方法ならいけるかもしれない。ちょっと行ってみようかな。行ってみよう。よし、ということでね、到着しました。ここがね、廃研究所です。昔の研究所なんだけれどもね。まあ、この廃研究所には、人間の中身だけをね、入れ替えるね、機械が眠ってるらしいんだよね。それを作動させてね、僕と僕の体を乗っ取ったね、ウィザースケルトンの中身をね、入れ替えたいと思います。ってことで、マイキー、僕はね、今から、まあ、この中に入って、その機械を探してくるからね、マイキーはさ、お願いがあるんだけれども、偽物の僕を連れてきてほしいんだ。偽物の僕のね、体がないと僕はね、自分の体に戻ることができないから、僕今、ウィザースケルトンだし。わかった、連れてくる。気をつけて行ってきてね。サンキュー。後で合流しよう。頼むよ。うん、後でね。偽物の僕連れてきてね。任せて。よし。ってことで、侵入成功かな。おぉ。よし。とりあえず、マイキーに偽物の僕のね、ことを任せて、僕は、そのね、中身だけね、入れ替える機会を探さないといけないな。おぉ。え？だいぶ下に落ちてきたけれども、これ、ここが研究所？おお、ゾンビが、ものすごい量のゾンビがいるんだけども、僕、ウィザースケルトンなのになんか襲われそうだぞ。仲間じゃなかったのか。まあいいや、とりあえずね、このゾンビたちは無視して先に進むぞ。おお、この階段から足を踏み外すとやばいことになるな。よし。このままね、アスレチックをクリアしていく。下もマグマだね。かなり危険。お、そしてゾンビがね、自らマグマに飛び込んでいくぞ。まあね、こんなことをね、見てる暇はないから、とりあえず行くぞ。よし、ここで。よし、ノーダメージでここまで来れたぞ。そして、なんだここは。なんか、
とてつもなく大きい扉があるんだけれども、この先に多分さ、体の中身だけ入れ替えるね、機械が眠ってると思うんだけれども、お、おお、なんかチェストがあるぞ。スニッチマンオープン。お、レバーがある。もしかしてこの先の鍵じゃない？ここに設置して。こんなレバーを引けばね、多分ね、体の中身だけ入れ替える機械がね、あるはずです。よし、ことで開けます。スニッチマン。オープン。おー、おー、これか。体の中身だけ入れ替える機械か。だから入れ替えるものを、まあ、左と右に入れて、このパソコンでこの装置を作動させたら、体の中身だけ入れ替えることができるんだ。なるほど。そしてこれは何だ？おー。おー、なるほど。これでさ、バリアを貼ることができるんだね。バリアがある間はね、こう中に入れないからね、こうやって。うん。中に入れない。バリアを取ればね、入れるんだ。なるほどね。ちょ、この仕組みも見てみようかな。ふんふんふん。なるほどね。だいたい使い方が分かったぞ、この装置のね。うん。え？よくもマイキーを、偽物のウィザースケルトンめ。とりあえず体を返してもらうから、ちょっとこっち来てくれない？ん？おー、ちょっと待って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 。剣で攻撃してきたぞ。ウィザースケルトンだから、強いぞ、敵も。とりあえず一旦ここに誘導してと。よし、これで。よし。よし！よーし、閉じ込めたぞ。うん。まあもうね、こっちに手出しできないでしょ。このバリアをね、破ることはできないからね。よし、作戦大成功。ということで、よーし、やったぞ。偽物のウィザースケルトン閉じ込めた。そうしたらね、あとは、パソコンで、まあ、カチャ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 っと。うん、オッケー。そして僕もこっち側の装置に入って、はい、これで、バリアを閉じて、まああとはね、機械がね、作動するのを待つだけだ。お、機械が作動し始めたぞ。よし！ん？ん？あ！向こう側にウィザースケルトンがいるってことは？おお、やった！僕戻りました。やったぞ！やっと元の姿に戻れた。これは嬉しいな。よし！でね、バリアを解除してっと。おー、ウィザースケルトンもね、ちゃんと自分の体に戻ったようだね。なんで僕たち入れ替わったのかよくわからないけど、まあよかったな、元に戻れて。うん。あ、そうだそうだ、あとマイキー大丈夫かな？マイキー？マイキー？マイキー大丈夫？はぁ、うぁ、ん？おぉ。はぁ、ウィザースケルトン！いや、マイキー、大丈夫大丈夫。僕ね、機械をね、作動させてね、元の体に戻りました。ほら見て、本物のウィザースケルトンはあれ、もう入れ替わったから。入れ替わったっていうか、元に戻ったのかな？よかったよかった。やっぱ今の全身がしっくりくるよ。うん。動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローと、Instagram のフォローと TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしく！よろしくね。